今回は4種類のテープの切り方をご紹介していきます。まずは I 字テープです。テープを適当な長さに切ります。テープを剥がれにくくするため2つに折り、四つ角を丸く落としていきましょう。そして貼るときは剥離紙を破りながら貼っていくと、テープの接着面に触れることなく貼ることができます。次に Y 字テープです。縦に切り込みを入れる際、テープを半分に折り、真ん中の目印を入れます。そして縦に切り込みを入れていきます。Y 字に広げて使用しましょう。ふくらはぎや肩など幅の広い筋肉に使うのがおすすめです。次に X 字テープです。テープの上下に切り込みを入れ、X 状にします。テープを切る際は、まずテープを半分にし、真ん中に目印をつけましょう。切り込みを入れていきます。X 字に広げて使用します。背中や腰などより幅の広い筋肉に使うのがおすすめです。次に熊手状テープです。縦に3本から4本切り込みを入れて使います。切り込みを入れる際は、まずテープを半分に折り、真ん中に印をつけます。ではテープに切り込みを入れていきます。切った両端にさらに切り込みを入れていきます。このように熊手状にして使いましょう。一つのポイントから放射状に傷みが広がるときに使うのがおすすめです。